なんか渓流魚釣ったことないんですって。はい。マジっすか。ノーフィッシュです。行きますか。海投げする女。ノーリッシュ。おはようございます。3時です。今日も晴天でいい天気ですね。操業業はですね、ずっと渇水しておりまして、全然水がありません。今日はですね、今度、初心者の、ゲストがいらっしゃるということで、イージーな川を探しに来ました。新規開拓でございます。それじゃあ行ってみましょう。はい、入経いたします。僕の中のね、まあ、一応基準としては、まあ、蜘蛛の巣が張ってるってことと、多少、まあ、全部じゃなくても2時間で5匹釣れれば御の字かなと思います。今7時10分ですので、2時間で5匹釣れるかどうか、まあ、スピナー巻いてもいいし NL 巻いてもいいし、5匹釣れたら調査完了です。一応歩きやすいっていうのも見ていかないと、あまり高い堰堤とかあるとなかなか初心者さん厳しいと思うんで、イージーに行けるところ見ていかないといけないですね。まあ、こういうちっちゃい堰堤は結構楽しめますね。引っかかるところがないところがいいですよね。まあ、釣っていただかないとガイドにならないんで。おっしゃ、よし、おっしゃ、到着1分です。いいですね。あー、それでもこんな里でもヤマト出ますね。ヤマトですね。いいね。おっしゃ、いいですね。もう段差も上がりやすい。これぐらいだったら、まあ、釣りっていうのは老若男女遊べてなんぼですから、まあ、横はあったとしても上にカバーがあんまないっていうのがやっぱ初心者さんは大事ですよね。上にあっちゃうとどうしても引っかかるんで、まっすぐ飛ばすことさえできれば釣っていただけるんじゃないかなと思います。まあ、そこそこ径も綺麗で深いところもあっていいと思いますよね。歩きやすい。あと道路もあったりして体験しやすいんで、それも大事ですね。体験入経が一番大事かもしれない。そこで怪我しちゃうとあれなんで、まあ、こういうところは僕でも入れれますけど、初心者さんはこういうとこなかなか、テクニカルなとこはなかなか入れれないかもしれないですけどね。うん、魚影は濃いね。ほら、足跡全然ない。おっしゃー、フィッシュ、フィッシュ、2匹目。おっしゃ、フィッシュ、フィッシュ。何これ、ヤマトだ。おっしゃー、フィッシュ、フィッシュ、ヤマト。あー、2個だな。まあ、ポツポツ出ますね。ポツポツですけど、はい、今帰ってきました。そうですね、ちょうど2時間経ちまして、今調校して戻ってくるまでで2時間ですね。約そうですね、10匹ぐらい取れたと思うんですけど、まあ、軽装はそうですね、上で工事しててちょっと濁りが入ってるのと、あとはそのブッシュは少ないんですけど、やっぱちょっとテクニカルですよね。大きいプールで出ないで、落ち込みに確実に落とさないと出なかったんで、
ちょっとビギナーさんだと難しいかなっていう気はしております。もう少し探してみましょう。はい、上流部分後半です。上流はどうなんでしょうか。堰堤工事の上の部分なんで完全ナチュラルですね。いい沢です。そんなにカバーもない、行ける距離は短いですけど、まあ、大和っぽい沢ですね。今午前10時ですね。どうなんでしょうか。2時間だけやりたいと思います。結構高低差出てきちゃいましたね、さっきと違って。水温が全然違いますね。多分2度ぐらい低い。冷たい。さっきはぬるかったっすけど、かなり冷たい。あ、いますね。食い切らないですね。アグレッシブですけど。来たよ来たよ、大場所大場所。よっしゃ、よし、よっしゃ、よし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 。あー、ヤマト、でかい、すれかかった。よっしゃ、よし。よい、濃いな。もう各ポイント結構チェイスあるんで、すげえいいっすよ、この川。メテオラ様の新品、行っちゃいましょう。よし、よし、よし、メテオラ様、ヤマト。フィッシュ、わあ、フィッシュ、フィッシュ、あー、抜けた。おっしゃ、フィッシュ、フィッシュ、来た来た来た。ダブルバイトっすね。シングル。あ、フィッシュ。言わない。でかっ。あ、フィッシュ。無限に釣れるんじゃない、ここ。よし。おっしゃ、フィッシュ。おっしゃ、でかっ。でかっ。でかい。おかっぱりでいっちゃった。ああ。ああ。サクッとめ、くそー。おフィッシュ、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 よな。本当はこういう川がいいですよね。広くて、広くていろんなとこ打っても遊べる感じで、なかなかねこういう川がないんですよ。うちの地元は細い川ばっかり。これ大きい川もほとんど工事になっちゃってるんで、
あと魚影があるかどうかっていうところですよね。ゆうさん、おはようございます。おはようございます。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。なんか K リーグを釣ったことないんですって。はい。マジですか。ノーフィッシュです。ノーフィッシュ、ノーフィッシュ。そんな貴重な時、僕を一緒に同行させてもらっていいんですか。いや、っていうかむしろ。何ですか。はい、僕の大好物知ってます、恵子さん。釣り人の笑顔なんです。あ、初めて釣った時のね、顔を見られるって本当僕大好物、今日いただいちゃいますよ。さあ、初めて釣る魚は何でしょうか。皆さん当ててください。ヤマトなのか、アマゴなのか、ヤマメなのか。ヤマメないと思うけど、あと、なんだろう。はい、頑張りましょう。海釣りはね、結構経験されてるってことなんですけどね。気持ちいい。マジ寒いんだけど。寒すぎるんだけど。さあ、水が少ないですが、はい、だんだん多くなると思うんで、はい、行ってください。あ、まず90%、はい、90%、はい、こっちなんですね。ああ、で、バックハンドで、まあ、なんちょっと気持ち的にちょっとだけリールをこっちにしようと思うぐらいでいいです。で、だから野球のこうやってあるじゃないですか、アンダースロー、はいはい、みたいな感じでちょっとくるりんぱすれば、ちょっとだけ例えばいきますね、はい、で、遠くに投げようと思わないで、もうそこに落とせばいいんで、こうくるりんぱって、はい、オッケーオッケー。そうか、バックハンド難しい。じゃあしたらこういう風にするんじゃなくて、じゃあ丸く選ばないで、こう竿の曲がりだけはこうやって、こうやって、一番投げやすいやつは、じゃあ俺何にも考えないで普段やってる。うん、ああ、なるほど。そしたらこれさ、これが横になればなるほどこっち側に行くじゃんね。そしたらこっち側前に出して、右足をこうできるだけ縦にこうできる、まっすぐ飛ばせるっていうか。じゃあこっちの方がやりやすかったら、こっから、ま、竿を曲げないでこうやってやってるじゃんね。これでも OK は OK、 あ、全然 OK、 行くんであればここをちょっとくるりんキュッてやると。分かった。じゃあ一番いいのを決めてから来たいな。こっちから、もうこっからでいいよ。もう回さないで、こっからこっから肘上げて、そうそう、つかないじゃんね。で、こっから縦に、よし、行ってみましょう。あと広いところで練習しよっか。ちょっとだけやってみるね。例えばあそこ狙ってるじゃん、ここの中で全部狙うとこなんだけど、で、メテオーラは割と沈むんで、もう早めにこうツン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 って感じ。はい、オッケーオッケー。もっと上に上にツン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 。なるほど。恵子さんの場合、こうやって縦にツン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 ってやると浮いちゃうのね。こうなんで、これを斜め横にやると浮かない。左に例えばこう入れるじゃんね。そしたらこっち、こっちょっと引く感じでツンツンツンで、そうすると浮かないっていうか、巻きながらツン巻く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 ぐらいかな。ゆっくりやるぞ。オッケーオッケーオッケー。多分釣れるな、それで。オッケーオッケー。それで行ってみましょう。よし、ちょっと小場所無視していきますね。あそこにいると思った場合、あそこまで立っちゃうともう逃げるんですよ、魚が。なので近寄るとしたら、恵子さんが一番投げやすい、こっちから投げやすいと思ったらこっち側に立つし、バックハンドが得意と思ったらこっち側に立つし、
多分恵子さんだとこっちの方が投げやすいのかな。あそこに立って、そう、気をつけてゆっくり、こういう斜めのやつが一番危ない。でそこまで行ってから、向こうの丸い石めがけて投げてみて、もっと前、もっと前、もっと前行っちゃっていいよ。 もっと前、そこは気づかれないんで、もっと前、もう一歩前、真ん中の山みたいな石、ポコってなってるとこ、あそこに落として、今みたいにツンツンツンって、恵子さんバックでやってみて、今度絶対行くから。 OK、 ツン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 、これ今右足前じゃんね、今度そっち側、そう、そっち側前にやってみて、まっすぐ飛ぶと思うよ。あ、フォアでいいよ。そうそうそう、 OK、 そうそう、そっち側前の方が、こう、まあいると思うけど、こう投げて、足跡気になったけどね、まあ、ここ練習になりますね。背のハンディキャップがあるじゃん、はい、だからここだとちょっと下がってるから、ちょっと高いところやったら、高いところに立ったらやれるかも。こういうちょっと高、あ、ごめんなさい、高い位置、ここに少しちょっと稼げるよ。で、垂らしをもっと短く、そう、それぐらい、おー、ナイス、そう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 、あっ、煽ってきてる、おー、よかった。今もしその距離の感覚があれな場合、もう石にぶつけちゃってもいいので、はい、だんだん良くなってきたね。ナイスナイスナイス、いいとこ行った。 OK、 次行きましょう。じゃあ、あそこに立って最初の1投目を力まずに、あそこ、あっちから、どこでも、この園庭どこでもいいので、で、こっちで出ると思うんで、で、なんであそこに立つかっていうと、長い距離の方がバイトチャンスが増えるじゃないですか、こっちで打つより、はい、あそこが一番のメインと思った場合、ここに立って長い距離で勝負するんですね。で、あそこに立ちたいと、こっち側、まあ捨てるじゃないけど、あの辺立った方が、これは釣れますよ、初渓流。そう、曇っちゃうよね、温度で。噛んでますね。これぐらいにしといて、最後こう持っていくと10センチになると、ちょっとな、そう、ナイス、いい感じになってきた。おっしゃ、ツン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 。恵子さん、そのズーム触りって結構曲がるじゃんか、はい、もう竿の曲がりを利用して、イワナって空の下手なんですね。なんでギラッピタ、ギラッピタなんですよ。なんでこう投げた時に、もうグラッ、ギラッって感じで、はい、まあ、狙いはあそこの深いとこなんで、自分がどこまで飛ばせるかによって、はい、近づく範囲が決まりますね。ここで投げてあそこまで届かないんだったらダメだし、もっと前行っちゃってもいいし、ここで一回練習してみる。おっしゃ、おお、そうそう、 OK、 ヒコさん、もうあそこまで行っちゃって、あそこの深いところ狙いましょう。ナイスです、もっと前、もっと前、もっと前で、できるだけ左から、はい、その辺です。あ、石邪魔だったらもうちょっと巻いていいよ、石が邪魔。ナイス、おっしゃ、ツンツンツン、斜め上に、斜め上に、ここまで例えば入っててもあそこら辺のやつには気づかれないですね。で、肘を上げます、このトゥイッチしたやつを巻くって感じですかね。
でちょっと待ったりとか。ありありあり、それあり。すごい強いねこの B。 はい、さすが海。ちょっとカバーのとこだけやっていきますね。こんなもんで。おっしゃ、着いた。おお。イワナ。キャバだ。キャバでした。これがあの基礎で有名なキャバアマゴです。恐竜、そうですね、オイランですね。この間調査来た時キャバ一回も釣れなかったけど、うん、ここでもしちょっとあんまりテクニカルだなここって感じたら、ちょっともう明日ここを明日頑張って、今日はもっと広いところで練習しつつ、はい、狙うっていうのもあり。なんかこう軸、なんか練習した方がいい広いところでレベルですよね。多分今日慣れればここすげえ釣れると思う明日。明日のためにここを取っとくかね。うん、4時間明日の朝バッチリできるから、今日はそのフィーリングをつかむ感じの連続だよね。なんかもうなんていうの、最初俺も1年目とかもうホームランばっかりだもん。だって分かんないから。でも俺この間リキさんに突っかしてもらって急になんか上達した気がする。急に。そしたらさ、はい、もうノーブッシュのとこ1個やって、はい、次移動しましょうよ。それで釣れたらさあ、いけるってなるから、はい、なんていうの、いいとこだけ行きますか。ここやりやすいですね、はい、今の竿を斜めに入れてください。トゥイッチはね、はい、もう前の方まで行っちゃっていいです。大丈夫です。はい、うまい、大丈夫。泳いでないっていうのは、恵子さんこれ海の癖があるから下にやるじゃんね。じゃもうじゃなくてこう入れたらこう、もうこう、こうじゃなくてもう立ってた方がいい、はい、こう斜め上に引くとバタバタってなるから、それをさせる。上手、上、そう、そうそう、そう、そう、それでよし、OK。上、上、上。なんか、あ、今がだいぶ泳いでるのが、うん、わかるよね。こうだ。あ、泳いで泳いで、わかりました。わかった。今は。こう入れました。で初めにこう巻こうとしずに、初めは一回バーン入れるんだね、はい、そうするともう張るんで、初めから巻かずに最初の一発を上に上げましょう。1秒待ったらそっちでもいい、そっちでもいい、お、そっちでもいい。これをこうじゃなくてもうパン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 、なんかもうルアーがとどまってくれるから、ゆっくりズズズっていうのはジャークっていうんだね。ジャークもあれなんだけど、どっちかっていうとこうパンパンパンってやって、パンってやった時に止まるじゃんね。止まった時に食ってくるんだね。なんでジャークはまだしない方がいいかな。こう打ったら1巻く、1巻く、1巻く。でルアーの基本っていうのはできるだけゆっくり泳がせるっていうのがあれなんで、そう。ああ上手じゃん、いいね。じゃあ今の調子で上の段も上の段も行っちゃいましょう。上の段も上の段、はい、好きなところで一回考えながら自分で。危ないかな、いける、危ないか、ナイス、やる、どうします、やってく、いけそう、オッケーオッケー、もうちょっとやる、どうぞ姫様、
皆様こっちからでよろしいですよ。ここの番組って最高のステージでございます。一番奥の方に入れてください。よろしゅうございます。あーチェイス見えた。超追ってた。くいいよ。今釣れた？今釣れたの？今釣れてない？今釣れたよね。バレました。すげえじゃん。バレました、ね。わあそんな感じそんな感じ。じゃあ上行きましょう。今釣れたよね。しれっと。あれっておっしゃおっしゃおっしゃ希望見えたぞ。見えてきた。深いところをこっちからこっちに流す。はい、長く取らないとバイトしてくれないから、こっち側に立って、こっち側に立って一番長いラインを引いてくる。いいですよ。基本的にこう虫が流れてくる方に待ってるから、こっちってよりもこの海、パパパパの下。そう、あっちもいるっちゃいるけどね。動かし方完璧ですわ。うん。ちょっと休憩。休憩する？という感じで。休憩する？ちょっと。今こう息をつけてるじゃんね。これを多分まだなんかこう上手くなってくるとこう一回止めてこう投げれるんだけど。止めができないときは、まだ余裕がないです。あ、くるりにやるとやっぱ左右いっちゃうかな。今のが一番いいかな。ちょっとくるりにしてんだよね、なんとなく。こうやるときもちょっとくるりにしてるですけどね。なんかもうめちゃくちゃ何もしてないぐらいの感じ。勢いもつけてないぐらいの方がこう見ても今のが一番いいかな。このストラクチャーがあって自分隠れれるんで、もっと前行っていいよ。もっと前行っていいよ。自分その岩の影まで、そうそうそう、それぐらい行かないと。当たった。いや当たったんじゃない。真ん中。ああ、おお、今2匹チェイスしてた。おお、おめでとうございます。イエーイ、すごい。姫やりましたね。アマゴちゃんじゃないですよ、これは。これ何ですか？イワナちゃんです。これイワナなんですか？これ日光です。日光イワナって。おお。写真撮りますか？はい、写真撮りたいです。あ、ちょっと待って。でもおお、すごい。メテオーラで釣ったの？
初フィッシュがメテオーラ、はい、やばくね。嬉しい。すげえ。ちょっと待って、ね、ちょっと私これ動画を撮るんで、ちょっと待ってね。はい、初めて渓流でお魚釣れました。ここにちょっとベッドを作ってからですね、こういう時は、はい、逃げないようにして、はい、初フィッシュ、初フィッシュ12センチ初めからシャック釣っちゃいかんわな。そうです。すごいな、綺麗だな。2匹追っかけてきてましたもんね。2匹来てたわ、うん、ね、これを食べようとしてた。あ、そういうことなのか。まさか。すげえ。やった。こんなに取ってあげないとかわいそうなんですけど、結構しっかり。そこで掴んだらもうツンツンツンって離せば、あの、あ、オッケーオッケー。あ、大丈夫？自分で行くの？自分で行くの？あ、行った。よっしゃー。はい、よかったー。とりあえず一匹ね。とりあえず一匹取れました。エンテ。イエーイ。絶対の信頼メテオーラになっちゃうの。これメテオーラで釣っちゃうとね、今後が大変だよ。管理釣り場でもこれだったの。あ、そうなんだ。それラッキールアーだね。じゃあそうですね。ちょっと慣れてきたらさ、今これぐらいのタレでやってるじゃんね、はい、そうするとこのルアーの重さがゼロで、はい、竿の曲がりだけでやんなきゃいけないんだけど、これもありなんだけど、はい、今竿が止める瞬間が分かんなければ、はい、ちょっと慣れてきたら、なんつうかこのこっち側に振った時にさ、ルアーが重いってなるじゃん、はい、ちょっと。そう、遠心力はありますよね。これが重いって感じにやるとガチャガチャに飛ばなくなるんだね。ちょっと重いってなると飛ぶんだね、軽くやっても。あ、そうですね。ちょっと垂らし長めにね、フォアへ打つ時それぐらい。わ、行った。追ってきたカチャカチャカチャ、追ってきたね。そうですね、最後細かくやったら。でもいい感じでしたね。てかさ、ここを打つときはやっぱここだったね。ここだともう、ま、魚から丸見えなんで、さっきとちょっと状況が違うというか、濁ってないから、そうクリアだから。ここでもこっから打つって感じ。石がないか確認して、横に当たんないかどうかで、それでもいい。おお、これは釣れますよ。落としたらもうなくす覚悟で3、4秒待ってもらって、そう、そこ、うん、おっしゃ、1、2、3、はい、いいとこ入ったね。今完璧だった。今日は観光釣りですね、恵子さん。そうですね。アンディさんだ。おー、よし。今日行ってきたんですか。どこ行ってきたんですか、今日。え、基礎漁協のやつでコメント。あ、はいはいはい。すいません。また今度。車かっこいいですね。いい。今度連絡くださいよ。また釣り行きましょう、はい、一緒に。
すいません。あ、出す。お願いします。ここ手首を返してみたい。手首を一回裏向けて、手首を一回裏向けて返して、お、飛ぶじゃん。あれ、これは逆にコンパクトかも。こう、こうでしょ。ここでほら、難しい。あ、そういうことか。あ、長い竿とか慣れてるから。あ、ありかも。5フィート、5。逆になんか背が低いから短い方がいいかなと思ったけど、ありだね。うん。全然できてる。私はしばらくはちゃんとこの棒を使えるよ。ズーム。あ、できてる。あ、できてる。何だろう。これを投げたことに。まっすぐ行ってる。おお、なるほど。あ、できてる。急に。わあ、すげえ。なんか長い竿とか鋭いのもだけに、うん、ちゃんとやろうと思うから、それがこっちに生きていく。おー、ナイス。それでよし。おっしゃ、ちょっと待ってから。はい、おかげきた。うん、多分それ食うと思うわ。あ、すごいいるじゃん。